はい、いゆったりぬです。すよろししくお願いいたします本日はですね最近ちょっとやってなかったんで経済の話をきちんとしたいなと思いますまあ経済という話と言っていいのかちょっと微妙な微妙なんですけどちょっと面白い話があるのでその話をさせていただければとは思っておりますえっ、ー、とですねツイッターでちょっと話題になっていた話がございますえっ、ー、と ZOZO ゾゾタウンの前澤社長が 100万円を100名の人に配るっていう話でツイッターで発表しておりましたいやーすごいですねフォロワーがかなり増えたそうなんですよフォロワーしてくれてリツイートしてくれた人に100万円を100名様に渡しますというふうな発表をしたそうなんですまあ私も知ってはいましたけどそういう話ってあんまり好きじゃないんですよねツイッターやってる人とかはよくわかるとは思うんですけど そういういやつって結構見るんですよ。で大体なんかいかがわしいやつが多いわけで、まあ、今回の件に関しては知名度等もありますんで嘘ではないとは思うんですけどでもやはりねそんなの方に乗っかるのもなーっていうのも思いはありましたまあ100名様っていう募集もありましたんでかななりの人がフォロワーになったようです。まあ、これで何を感じるかというと「フォロワーはやっぱり金で買えるのか」 ですよねやっぱりそう感じてしまいました、まあ、結局使った費用は1億円、まあ、それに乗っかった人がたくさんいるってことでしょうまあどうでしょうねフォロワーの数から考えればかなり安く買えたのかなと思わなくはないですけどやはり引っかかる点はいっぱいありますツイッターもお金で売買するのは当然禁止してるわけですだけど今回の件に関してはどういう風な動きをするか非常に注目されますおそらくツイッターは 側ははは何もやらななないいんではないかなとは思われますまあどうでしょうねやはり影響力ある人がそういうふうに発表すると一気に広がるのがツイッターの魅力でもありリツイートしてるんでさらに広がるわけですまあ宣伝効果を考えれば抜群に高いのかもしれませんがゾゾタウンっていう会社自体も別に珍しい会社ではなくなっておりますんでそれほど宣伝する必要性があるのかと考えるとやはり 疑問を感じますかつ ZOZOTOWN の業績も最近あまりいい噂を聞かないのもありますんでどうかなと思わなくもないわけです。まあ、それと同時に寿司三昧ありますねあそのお寿司屋さんですけどあの会社も何だろうね初競り,でおなんか競りで競争するイメージが非常にある会社なんですが、まあ、今年も高額のものを買ったようですね。 あれも宣伝効果という考え方をすれば非常に効果はある話だとは思いますが、まあ、それをする必要性があるのかと考えると知名度を考えるともう宣伝効果はいらないのではないかと私も考えますだけどまあ毎年やっているわけですから、まあ、そろそろ引き際ではないかなとも感じております私も Twitter をやっておりまして最近 まあ伸び悩んでおりますますあここについてはまあどうしようもできる話ではございませんので、まあ、仕方のないことなんですがやはり何でしょうね ZOZO タウンの前澤社長の話を見るとなんかフォロワーって金で買えるのかって思うと若干不思議に思うと同時に何だろうそれでいいのかなと思ってしまったのは私だけでしょうか皆さんはどのように感じたでしょうか 本日はこれにしたいと思いますありがとうございましたそれではまた